トルステン・フリンクスは、西ドイツ・ノルト・ベスト・ファーレン州、ビュルゼレン出身の元サッカー選手、元ドイツ代表、現サッカー指導者、現役時代のポジションはミッドフィールダー。5歳の時に車にひかれ自転車から落ち、顔の左側に傷が残っている。三部のアレマニアー編で、プロとしてのキャリアを始め、1996年にベルダー・ブレーメンへ移籍すると才能を開花させ、 翌シーズンには28試合に出場しに得点を挙げ、ドイツ中にその名を知らしめた。ボルシアドルトムントを経て移籍したバイエルン・ミュンヘンでは、リーグ優勝も経験した。しかし2005年の夏には、バイエルンの華やかな世界は、自分の性格に合わない。再び静かな環境で、サッカーに打ち込みたい。と語り、同リーグの名門ベルダー・ブレーメンに復帰した。以降も、同クラブ、そして、 ドイツ A 代表で活躍。2010から11シーズン終了後、ブレーメンでコーチ職への打診を受けたが、現役続行にこだわり、メジャーリーグサッカーのトロント FC へと移籍した。しかし、ブレーメン時代に痛めた腰の状態が悪化したため2013年2月26日に現役を引退した。ブレーメンでの最後の年には 2002FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれ、 7試合すべてにフル出場し決勝進出の原動力となった。ブラジルとの決勝戦では右ウィングバックとして出場した。当時はまだトレードマークである挑発ではなく単発だった。2006フィ f ファワールドカップではチーム及び中盤の洋として活躍、特に初戦のコスタリカ戦ではドイツの勝利を決定的にする豪快なミドルシュートを決める。ミドルシュートでのゴールが多かった。 同大会において、フリンクスのシュートは、同大会の印象的なゴールとなった。しかし、準々決勝の対アルゼンチン戦終了後、アルゼンチン代表 FW、フリオクルスを殴ったとして、準決勝には出場停止処分となった。準決勝では、イタリア相手に敗退、フリンクスの欠場が大きな痛手となってしまった。2016年12月27日、 SV ダルムシュタット98の監督に就任した。2017年12月8日、チームは11試合勝ちがなく、降格権に沈み解任された。ありがとうございます。